アメリカのエンジニアが結構失業になってて、いう人類ランキングでいくと、ランクが低いのが嫌なので、俺たちが幸せになってないのは敵がいるはずだと。で、その敵を潰すべきだという考え方になっちゃってて、で割とそれが結構世界中広まっていて、その自分たちが不幸なのは移民のせいである。イタリアとかも割とその、あの極右政権ができたりするんですけど、で、日本でもいると思うんですけど、その、俺の収入が低いのは外国人のせいである。残念ながら、その、日本に来てる外国人の人って、コンビニとか、あの、収入の低い仕事に住んでばっかりなんですよ。なぜあなたが年収1000万になれるのがいいのかっていうと、それは外国人のせいじゃなくて、あなたが無能だからなんですよ、っていう話なんですよね。じゃあその、コンビニで働きたいです。でも外国人のおかげで働けませんでしたっていう、ごく一部の人はいるんですけど、大抵の人って別にそのコンビニとか居酒屋で働いてなくて、給料が低い人なんですよ。で、それは能力値の問題なんですけど、敵視するというのがどんどん増えてるんですよね。